懇親会の余韻。プロル,ルル、プロル,ルル、プロル,ルル。クイント、お疲れ様。ええ、みんなそんな感じだった。ところで、今何してるのそれって、水の音そっちはどうだったかなって、ちょっと気になって、いろいろ尋ねられたんでしょそう、安心したわ。 こっちは結構ナーバスだったな。少し距離があるからかも。私は午後開かれた月10プロジェクト三角団体の懇親会をもやもやした日持ちで退席し、コペルニクスホテルの中庭でぼんやりと休んでいる。懇親会はプロジェクトの主要メンバーが勢ぞろいする中、終始張り詰めた雰囲気で進んだ。私に対する主な質問事項は、1、 時空の裂け目が月移住プロジェクトに与える影響とは何か二、2. 本件に関する率直な感想と、期待する内容は何か。三、その他、自由発言だった。ふふふ、いいな。私も今すぐ飛び込みたい。なんだかすっきりしたいんだもん。ありがとう。そう言ってくれるだけで、ちょっと疲れがぬれた。私は今。 中庭にいる。あるわ。あと、石ゴがたくさん実ってる。食べてもいいんだって。看板に書いてある。ストロベリームーン。6月の満月の続称と同じ、おジブわ族に敬意を込めたんだって。彼の声を聞くうち、自分の心がほぐれていくのを感じて、嬉しかった。スキージュフェリーの船長という立場は、 世間が想像するほど、かっこいいものじゃない。仕事中、いつ訪れるかもわからない危機を心中でずっと監視する、無骨で地味なリーダー。仮に事故などの問題が起これば、その責任を一手に受け止める存在。彼の苦しみに気づいた私は、クイントを癒すことを決意した。彼の言葉は、いつも通り優しくて穏やかだったけど、内心ではきっと、 ストレスを溜めてる。クイントに質問した時空センターのトップたちは、豊富な知識と素養を備えているとはいえ、こんな風に直面した経験はなかっただろうし、あれに最も近い距離で働く人物へ、特殊な視線を注いだはず。彼の声を聞きたい、と感じてコールしたけど、彼の心を温めたい、とも感じていた。OK。 帰ったら一緒に食べよう。さっき一つ摘んで食べたんだけど、甘かったわ。大好物だもんね。鍋いっぱいに作っても、数日と持たないんだもん。困った人あら、お上手。何それ。さあ、そろそろ私はお部屋に戻って、お風呂にでも入ろうかな。時空の裂け目が、 死文明にどんな影響を与えるのか、私自身の生き方にどんな変化が生じるのか、正直それはまだわからない。でも、愛する家族や仲間を大切に慈しみたい、という思いはいつまでも変わらない、と素直に言えることが、ただただ嬉しい。人でも AI でも動植物でも、そうした未比に関してはみんな共通だし、種の境を超えて共感できる。だからきっと、 私たちが生きるこの次元ではない世界とも、主の境を越えて共感できる。価値観や世界観の異なる相手と共感し協力し続けるためには、背伸びをせず誠実に、自分の弱さも強さも個性の一つなんだと認めて、補い合うことは、何よりも効果的。あなたは、どう思う ?ME14 年4月1日。 コペルニクスホテル、中庭、スキー中管理局長、水木美代。